F-35B ステルス戦闘機を韓国が導入を決定しています。しかし問題は、F-35B 戦闘機を艦載可能にする軽空母も建造するとの話です。では、詳しく見ていきますね。潜水艦も動かないし、一番は情報漏洩だな。世界の軽空母事情も詳しく見ていきます。中国海軍は、遼寧を就役させて以降、国産での航空母艦の建造を進め、ついには、カタパルトを装備した固定翼、機の運用が可能な、大型空母にも着手しており、増強が著しい。そんな中国海軍からの尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛策の一環として、日本の海上自衛隊でもヘリコプター搭載型護衛艦、いずも、加賀の航空母艦化を進めている最中だ。中国海軍の場合は、これまでアメリカにほぼ独占されてきた航空母艦を中心とした空母打撃群を整備することで、南、東シナ海から太平洋に向けた影響力の拡大を志向している。日本の場合は、こうした中国海軍の増強を鑑み、拠点となる陸上滑走路の少ない南西諸島の防衛に向けて移動可能な飛行基地の一つとすることで、これに対抗しようとしている状態だ。航空母艦化を終えた出雲、加賀の艦載機となるのは、ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機である F-35 ライトニングに、B 型であり、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体である。ただし、出雲、加賀が航空母艦化の改修を終えた後でも、飛行甲板上を含めない、その最大搭載機数は10機前後と見られており、航空母艦としての攻撃力はあくまで限定的だろう。そうした状況下、2020年12月には、韓国海軍も航空母艦の取得に乗り出す姿勢を明確にしており、艦載機も日本と同じく F-35 ライトニング 2B 型を調達する方向だと見られている。日本では出雲、加賀の2隻に対し合計で42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達が予定されているが、韓国ではひとまず、同期 A 型の20機分の予算を流用し、これを B 型に置き換えるつもりらしい。この方向で、本当に、韓国が航空母艦と F-35 ライトニング 2B 型を、手に入れるとすれば、アメリカ、イギリス、イタリア、日本に次いでの、同機を艦載機として運用する国になる可能性があると言える。ちなみに、日本の出雲、加賀は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長248メートル、全幅38メートルの艦容だが、韓国が想定しているのはもう少し大きい。まだまだ、計画段階とはいえ、韓国の航空母艦は、満載排水量が、4万トン級になると言われており、その容積に合わせて艦載機の、F-35 ライトニング 2B 型も、20機の搭載を考えているようだ。今現在まで過去も含めて航空母艦を保有したことのない韓国が、満載排水量とはいえ4万トン級の航空母艦を保有しようというのは
無謀にも思えるが、それでも小さくした方らしい。というのも検討した中には、なんと満載排水量で7万トン級で、しかもカタパルトを備えたアメリカ海軍と同様に F-35 ライトニング2C 型を運用する案も含まれていたというから驚きだ。イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦が基準排水量4万5000トン、満載排水量約6万8000トン、全長284メートル、全幅73メートルであることを考慮すれば、これより巨大な艦艇である。これだけの巨大な航空母艦を建造しようと検討したことだけでもとても現実的とは思えないが、艦載機を固定翼機としカタパルト射出をどのように実現しようとしていたのかも不思議だ。現状で韓国海軍が運用中の艦艇では、徳島級揚げ揚陸艦が基準排水量1万4500トン、満載排水量1万9200トン、全長185メートル、全幅32メートルの規模ではあるが、これに比べても、はるかかに大きい。韓国では、2020年12月末に、合同参謀本部が4万トン級航空母艦の建造計画を決めたと報じられているが、前述の徳島級揚陸艦の設計にも、ワイセマ社の協力を仰いでおり、海外からの支援は必須だろう。一説によれば、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦の設計を担った、同国のバブコック・インターナショナル社が、韓国の航空母艦建造への参画を、企としているとも召されている。すでに、韓国海軍では、それまでのドイツ製潜水艦のライセンス生産で培った。ノウハウをもとにトサヌアンチャン補給潜水艦の建造も進めているが、これにも同社は協力しており、関与する可能性は高そうだ。ただ、日本から見た韓国としてではなく、韓国のマスメディアや世論の中にも、領海の範囲の狭い自国が、わざわざ、建造コストも運用コストも膨大な航空母艦を持つことへの慎重論も聞こえてくる。こうした慎重論に対して、北朝鮮のミサイル攻撃で陸上の飛行場を破壊される可能性があることを想定すれば、移動可能な航空基地としての航空母艦が必要との反論も見られる。2021年1月には、韓国の中央日報が CG で描かれた4万トン級航空母艦のイメージ画像を報道しており、それによれば2つのアイランド環境を持つアメリカの強襲揚陸艦にも似たデザインとなっている。